国鉄タム2100経過車は、かつて日本国有鉄道及び1987年4月の国鉄分割民営化後は日本貨物鉄道に在籍した私有貨車である。本形式は、気象山専用の15トン積二軸貨車で、気象山専用のタンク車としては初の申請者である。九百五十年十月二十四日から百六十四年十一月三十日に、 かけて15ロット24両が製作された。うち21両は、日立製作所、富士重工業、川崎車両及び三菱重工業において申請され、3両が1958年9月29日、及び1959年3月31日に、タム400系及びタム100系の改造により三菱重工業にて製作された。 落成時の所有者は新日本窒素肥料、日産化学工業、宇部工産、藤本産業、旭化成工業の5社で、それぞれの主な常備駅は、水俣駅、早星駅、宇部高駅,駅、水俣駅、富士駅であった。1975年3月12日に、窒素所有者のうち3両が旭化成工業へ、名義変更された。 貨物列車の最高速度引き上げが行われた1968年10月1日大ヤ改正対応のため一段リンク式として落成した車の軸バネシジ方式が二段リンク式に改造された1979年10月に制定された化製品分類番号では新81が表記された1987年4月の 国鉄分割免営火事には14両が JR 貨物に継承された。1995年度末時点では1両が現存していたが、1998年10月に最後の1両が廃車となり、形式消滅した。タンク帯はドーム付きの規制な指示稼働タイプで、材質は腐食防止のためステンレス構成である。図色はステンレス地肌の銀色。 二役方式は全車ともマンホールからの上入れ、空気管と液出管を用いた空気圧による上出し方式である。全長は千八百ミリメートル、四百ミリメートル。全幅はミリメートル、全高はミリメートル、軸距三千八百ミリメートル、四千二百ミリメートル。 自重は8.9から10.5トン、換算量数は、赤車2.4、空車1.0、最高運転速度は、時速75キロメートル、車軸は12トン超軸であった。各年度による製造会社、量数、所有者は次の通りである。ありがとうございます。